はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。ファクトリーをやっていきたいと思います。本日は、そんななんか大きなものづくりとか新たなものを作るんじゃなく、今回ちょっと、ここのね、右側にいている鉄板じゃなくて銅板が少ないので、ちょっとね、このここの一列の分を増やすか、もしくはこの同じやつをもうちょっと増やすかということで、そのためにもこの場所をね確保しようかなと思うんでね、ちょっとね、まあ最初に作ったとこなんでだいぶね変な感じになってるんで、どうしよっかな、どうしよっかな、これな、この壁を作るところをちょっとこっちに移動させて、この辺で作っ、どうしよう、もうこの辺でして、で、まあここをとりあえず開けますわな。そしたら銅がこうちょっと鉱石をこっちに持ってくれきて、こう流せばここの一列がもうちょっと増やせたりするし、でもあまり増やしすぎたら後ろまで行かなくなるんで、なんぼだろう、今10でやってるんで 16?6個ぐらい増やして16ぐらい、 16かでやってみて、もっといけそうなら20ぐらいにやってね、して、あとちょっとこのね石炭がねこういう感じにいってるんで、これをここら辺で分岐させて、ここを通ってこう通ってこっちに列車の方に入るようにして、でこっちはこっち上みたいな、すれば上もね、このこれも開くしいいかなみたいな感じにしようと思います。はい、言いましょう。じゃあまずこちらの石炭をしようと思います。はい、この辺もなちょっと入り組んでるんで大改造してもいいんだけど、すごい時間かかりそうなんでね、その辺はやめとこう。よし、でこういう隙間をね通ってこっち行きます。こっち通って大丈夫かな、こっち通りないもん作らないからな、うちな。で、これをねこっちから、いやどうしよう、ここで分、どうしようかな、こうこうそんななんか変な感じする、それならこっちからこう回るようにした方がいいやな。じゃあ、こうしてで、逆にするように、やればとりあえずいいな。 OK、でこっちか、逆や。でですね、ちょっともう間もなくねロケットができたらもうあとは発射すれば終わりっていう感じになるんですけども、ちょっとね、まあ一回飛ばしただけで終わるっていうのもちょっとこうね寂しいので、企画としてちょっとね、とは、まあ、どっかで出す動画のいいねの数だけ、ロケットを発射するという風にしてもいいのかなと思っておりますのでね、ぜひぜひその動画のいいねをして、もうちょっとね多くいいねしてこたつさん困らせてやろうみたいな、ちょっともうちょっとファクトリーをこのシーズン5を長くさせようっていう感じでいいねを皆さんねしていただけたらと思います。はい、大丈夫かな、いっぱいになりそうだな。で、あ、そっか、これなあ、
これ何使ってだっけ、何に使うんだったっけ、何かに使ったよね、もう忘れたけど。あれなんか見た目変わった、あれなんか見た目変わった、なんかあれこんなんだったっけ、変わったよね、びっくりした、何かと思った。でこいつをねちょっと今度上に刺したいなと思うんで、どうしようかな、このそうこのねこれを全部統合してやろうかなと思って、この辺でね、であまりこっちにやる、ここにやるとこれをね、今そうそう、あそうだこれ裏でやったんだ、この前回かなぐらいにやったこのオイルのね確保のを運ぶのをマークはあとここでやってます。今もうここいっぱいなんで止まってます、なので今十分あります、はい十分あります。なのでまあこの辺稼働し始めたんだけど、今度は逆に銅線が足りないという状況になってますんで、今回銅を改築するということを説明しなかったですね、はい足りてないんで、こういう感じで銅線を大量に作るべく銅板を数増やそうという目的で始めた次第でございます、はい。でどういう風にしよっか、まあこれとこれをもう一緒にして、要はここで8個で作って、で作ったやつを分岐させるようにして、この作るやつと、壁を作るやつを、まあ、ここでね、でちょっとこのやつ取っていいよな、これな、さすがに。ただお前があれか、ちょっと移動させてもらうな。これをまあちょっとこの辺からこうしてどれぐらいいけるのか、あーうーんってなるとこうかで、こうしてで、どこ通るかな、ここか、ここだな、あで、こうだ、違う、あもうちょっとか、あもう一個か、こいつをちょっとこうか、OK、でこうだな、今置いちゃうとちょっとあれなんで、ここで、でここ電気大丈夫、大丈夫だな、よしこれでここを通すようにしたら、今度こっちがいらなくなるから、あ切り替えようかな、ちょっとそろそろこれいいかな、いいよで、こうか、あれでこうか、じゃあ切り替えましょう、あっあっち繋がってねえや、よっ、あ逆流してる、そうだこっち繋げたら逆流するわ、で、お、あーもったいねえな、ここのこの中にあるやつもったいねえなもったいねえな、ちょっと流すかな、流そう、空になった ?OK。じゃあ、ここのパイプを撤去しますね。あっ。撤去しちゃった。間違えて。この辺や、この辺か?どの辺や、どの辺に合わせてたっけ俺、こ
これも邪魔なんだよな、ほんとな。こいつもちょっと邪魔なっちゃ邪魔だったんだよな。どうしようか、移動させるかな。あ、そっか、これ回収しなきゃいけないから、ここで一回とりあえず。いや、ここは石炭が後で来るから、邪魔にならない場所。邪魔にならない場所。ここか？ここか？ここならだいたい繋がってるもんな。オッケーオッケーオッケー。ここにしよう。で、こいつはいらない。間違えた。んで、ここで、開きました。あそこ、これ水、こいつ水がいるのか。水がいるのか。ってことは上にパイプを持っていかなきゃいけないわけですね。マジか。マジか。どうしようかな。石炭。とりあえずこの、物は置いといて、ラインだけとりあえず撤去して、で、この辺で、まずな、これを作るようにして、で、壁を作るようにして、感じだよな。じゃあ、これをこのままコピーして持ってくればいいか。コピーして、まあ、この辺で。で、これを、早く持ってきて、早く持ってきて。ああ、でもそっか、三箇所必要になるのか。壁。そうだ、これもあれだな、いるんだもんな。3箇所に分けないといけないんだよな。どうしよっか。おー、で、壁って何に使ってたっけ？材料って何だっけ？壁何使ってたっけ？あーはーはーはー、これか。軍事サイエンスパック。もう大量にあるからな。そんな多分いらないと思うんだよな、もう。あ、そう、研究そろそろ進めておこうかな。ついでにこれ全部やっとくか。これ無限になるんだ。じゃあ、無限の手前ぐらいまでは全部やっとく。いや、全部結構いるな、これな。やめとこう。これは、これはちょっと終わらしとこうかな、あと二つほどだから。はい。終わらしときましょう。じゃあ、ちょっとこの、壁を作るやつを、そんな多分三つもいらないと思うんだよな。あ、で、そろそろこいつをね、使ってやろうかな、と。なので、これで、あと、そっか、地面を作るやつか。地面を作るやつ。あ、そっか、地面作るやつってあれか。石からじゃないとダメか。どうしよっか。ここを横取りして大丈夫かな。いや、横取りせずに、横取りせずにこうやってこっから分けて、で、なんかもう、ちょっと、地道に作ってもらうんで地道に細かに作ってもらうんで、ここで、こんな感じでして、で、これで要求チェスト
パッシブ。これか。これだな。これで。で、要求チェスト。あ、そっか、ここ範囲になってねえのか。で、ここで壁を作ると。壁じゃねえ、地面を作る。ですね。OK。んで、まあ、後でちょっとその、あれ。はいにはしてあげるんで、ちょっと待ってな。で、ここからと、壁を焼くとこが2ついるんだね。まあ、そんななんか、大きく取らなくていいんで、もう、ここら辺で、ペイペイみたいな感じで。で、こっからペイみたいな感じでね。こんな感じで、やっと、こうか。ここから取ってもいいんだけど。このね。で、ここでペイ。で、ここで壁を、ペイッ、ペイッ。で、そう、それを流す場所がここだよな。じゃあ、こっから、石炭が後でかな、ちょっと移動するとして、こう、ここに合流できるようにしよっかな。あ、そっか、あと、これを作る場所もいるのか。それこそあれだな、こう4つ並べてしようかな。じゃあちょっと、これらを一回撤去して、ああまあいいか。これ回収できねえんだよな。回収、あ、できた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 、オッケーオッケーオッケー。で、ここにポインポイと、でこっちを、なんだっけ、これか、これで。こうして、でこっちを普通の壁にして、でこんな感じでね、やればいいかなー。あー、そっか、ここ一緒にしてたんだ。一緒にしてたんだなー。まあ一緒にしてもいいかな。なんて、ここで取らなければいいだけの話だもんね。そうしようかな。じゃあ水をどう持ってこようかな。水。水を今どっから来てんだ？こっから来てるから、これを、一旦ここでクイッと曲げて、で、こっちを通れないな。よし、とりあえずここはもう撤去していいかな。撤去して、ちょっと、ごめん、あまりしたくないんだよな。よし。よ。よし。OK だね。これで、ここはいらないな。あ、違う。この、鉄鉱石を持ってこなきゃいけない。鉄鉱石を持ってくるんだが、どうやって持ってこようかな。せっかくここにあるなら、ここからちょっともらおうかな。あ、拝借し、いや、こっちから来るのはあれだな、大変だな。なるほど、ロボットに搬送させればいいんだけど、あんまなんか俺ロボットに全部任せっきりするの嫌なんだよな。なんか知らんけど、嫌なんだよな。あ、で、ここに行かなきゃいけないんだよな、これがな。で、ここから通って、また入り組むな、これな。入り組むな。入り組みますな、これな。
で、どこだ？あそこか。で、こうすればいいか。鉄鉱石どっから持ってこようかな。鉄鉱石な。近いのここなんだよな。こっからどう持ってくるか。こっちから持ってくるよりはいいと思うんだよな。行くか。で分かれて、でこっから出て出て、こう飛び越して、飛び越せるかなこれ。あ、ダメだいけるか。こうやってこうして、こうして、こうして、こいつが邪魔だな。入り組むなー、入り組むなー、これなー。でこうして、こっから違う、ここでいいか。でこうしてやれば、ちょっとこっち側ちょっと回収しておかないと。で、あー、怖い怖い怖い。OK。 でこれで分岐ですね。終わったんだと。そう、終わりましたね。じゃあこれを終わらせましょう。はいよ。あ、そうそう、繋がってない、繋がってない。 OK。 ん？逆向いてる。 OK、 これでできました。で、ここが開きました。まあこれがあるのがちょっと気になるんだけどね、俺ね、俺の中では。じゃあこれでちょっと石炭を下から行くようにできるな、これでな。じゃあちょっとここを下に行くようにした。おおおう、あ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 おう、よいしょかな。水な、こっちに移動させようかな、ここな。ここから、こうして、こう通って、で、これで、こっちを通るようにできた。 OK、 この狭いところはなしになった。 OK、 じゃあこれをまたこうして、でこの辺から下をどうで、ここからじゃなくて、あ、でもこれ以上あれだな、石炭が通れなくなるやつ、鉄鉱石が通れんくなるな。で、こっから上に行くようにして、で、こっからこっちからね、分岐してやるように。で、ここでこう
たいな感じなら良きではないですか。またいっぱいになるんだろうな、これな。またいっぱいになるんだろうな。ほらな。じゃあこれを、俺が流す。ああ、撃っちゃった。間違えた。イエーイ、俺が運んでやる。あ、もう出せねえや、多分。出せないですね。はい。あ、全部だるか。こんな感じでね。あ、もう入らない。こっちがいっぱいになることない。こっから出せることなくなるもんな。OK ですね。あ、間違えた。さあ、ここが開きました。で、今度ちょっとこいつを伸ばしたろうかな。で、どうしよっかな。ここがな、ここがな、伸ばしたいんで、こいつが邪魔なんだよな。これこそ動かしてもいいんだけどな。もう一回、この3つをちょっとこっちにずらして、で、長くするっていうのもありか。な。なんかちょいちょいやられてんだけど、大丈夫か。おー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 。OK。大丈夫だ。さあ、まあちょっとね、お時間となりつつあるので、ね、まあだいぶすっきり今日はできたということで、いいでしょうかね。キリできたということで、これ繋がらねえな、他のこと。どうしようかな。繋がる場所じゃねえな。あ、ここならギリいけるか。ここなら多分何も置かないだろう。オッケー。あ、そこ壁作ってねえや。壁作るようにしてなかった。危ない危ない。全然 OK じゃないわ。で、あまり上に流すのあれなんで、ここから、あ、基本もうパッシブに入れるようにしていこうかな。OK!OK、OK、ですね。あ、4つ入れられるんだ、これ。あー、ごめん、ちょっと待って。ちょっと待って、待って、ダメ。作っちゃダメ。ここに大量にあるんだよ。こいつを入れてやらねばいけないんだよ。ここにあるの。そうだった。作っちゃダメなんだよ。そしてこう、どうしようか。一回取って、なしにして。オッケー。さあ、できました。さあ、これでだいぶ上もスッキリしたし、ね、これをちょっとこっち寄せて、もうちょっと長めにでいいっていうこともね、次回しようかなと思います。次回はこのね、続き、銅板をこっちにずらしてちょっと多めに作って、で、銅線ももうちょっと、もう一箇所ぐらいで作って、途中からね、合流してやるようにしてやろうかなと思います。この辺がね、この辺でなくなってるんで、この辺でね、合流してやっていこうかなと思います。で、それが終わったら、ちょっとこれがね、今から研究するんで、こいつを、スパイダートロンっていうのをね、作ってなんか遊んでみたいなと思います。ね。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。